おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見五郎です。マテリアルのあゆみです。上野日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、はい、今日はですね、はい、なんとですね、カムイ映画祭りやってるんですよ今日。そうです、最中ですよ。今真っ最中、真っ最中、皆さん真っ最中、そうそう真っ最中、10時からやってるから。はい、2日目、はい、2日目です。はい、2日目です。はい、明日もやってます。はい、明後日もやってます。はい、ぜひですね皆さんですね、カムイ、映画祭りに、来てください。はい、はい、今日暇してる人、はい、マテリアルにぜひ来てください。はい、ここでやってます。ここでやってます。ここでやってます。はい、ということなんですが、はい、だからこれをね、10時45分から配信してて、はい、見てるということは来てないってことですよ。あ、ほんまや。むしろ来てる人は見れてない、ね。そう来てる人はだいぶ経ってから見るみたいな感じになると思うんですけど、はい、はい、ぜひですね、まあ、今日はリアルタイムで見なくて全然構わない。それはそれで、まあ、ちょっと寂しいもんはあんねんけどね。うん、まあ一応頑張りますんで、はい、一応頑張ります。はい、ではですね、今日は8月27日、はい、27日はどんな日なんでしょうか。はい、今日はジェラートの日です。お、ジェラートの日、はい、はいはいはい、イタリアのね、はい、アイス、ジェラートをより身近にしようと活動する日本ジェラート協会が制定いたしました。はいはいはい、日付の理由は、世界中を魅了した映画、はい、ローマの休日がアメリカで公開された1953年8月27日にちなんでます。なるほど。はい、オドリー・ヘップバーン演じるアン女王がスペインのね、スペイン広場でジェラートを頬張るシーンはね、スペインちゃうよ、ローマです。あ、ローマ、ローマにあるスペイン階段、スペイン階段でジェラートを頬張るシーンは、ジェラートを世界中の人に、ね、の憧れとなったデザートをより多くの人にね、食べてもらいたいというので作られております。はい、はい、これうまいよね。うん、これうまいよね。この日にするっていうのがまたね、っていうか、あのローマの休日とジェラートを結びつけるっていうのがね、おしゃれね。あの、だってほら、あの、まあ、僕らでもないのよ、もう世代で言うたら。違いますね、僕らよりも上の世代の、あの本当リアルタイムの人たちは、うん、あのローマの休日をキャキャ言いながら見てた。そうですね、で世界中の女性があんなね、ね、あの、うん、本当にオードリー・ヘップバーンみたいな、はい、あの女性になりたいと思ってたっていう、はい、世界中の女性たちはあの映画を見て、あの、真実の口やった、ね、あれに手入れに行きたいとか、はい、ベスパ、そうそう、ベスパ、ベスパに乗りたいですよ。まあ、あの俺ら世代でベスパって言ったら松田優作やねんけどね。あ、そっか、探偵物語で乗ってたんで、はい、でもそのね、あのそういう憧れがあるやんか、はい、ね、でその憧れの中の一つが、はい、あの、ローマに行って、うん、ジェラートを食べるっていう、このシーンにフューチャーしたっていうのが憎たらしいね、これ。これうまいよね、うまいよね、はい、で世代を超えてヘップバーンってやっぱりね、うん、憧れの女性になりますから、うん、はい、まあ、まあこの話を聞いてジェラート食べに行きたくなるかどうかは知らないですけど、うん、まあ僕らもでもね、そういうなんていうんですかね、あのアイコンになるような、世界中の人から憧れられるようななんか映画をね作りたいですよね、うん、はい、はい、憧れられるような、はい、ね、もちろん女性にね、はい、はい、なります。なるんだ。宣言しましたよ今、はいはい、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 そしてもう一つ、はい、そして男はつらいよの日です。おお、1969年昭和44年の8月27日に、うん、監督山田洋次、はい、主演が渥美清の映画、はい、男はつらいよ、はい、シリーズの第一作目が公開された日となっております。はい、すごいですよね、二つとも ね、 ね、そう、映画に関する記念日が入っております、はいはい、そうなんですよね、8月、まあ、だからこそまたこの、はい、カムイ映画祭りをね、はい、今日やってるという、意義があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあでもこの寅さんもすごいね、作品っていうかあれで50作、うん、一応、渥美清さんが生前で実際にその作品に参加されてるっていうのは48作もある、はいはい、で実はテレビシリーズがその前にまだあるんです。そうですよね、だから結構長いんですよ、うん、あのテレビシリーズ 何本、あれも結構やってるん で、うん、でそれが終わって、しかもその終わりが、蛇に噛まれて死んじゃうっていう終わり方をしてたのに、
映画人気がすごく根強くて、うん、で、映画として復活するっていう、はい、テレビシリーズじゃなくて、で、そこから、48作まで行ったんですけど、49作目を作る前に亡くなられて、うん、でそれでもやっぱり男はつらいよ、見たい、寅さん見たいっていう声に応えて、まあ、今までの分を編集したのが49作目で、さらに、まあ、50周年、を記念して、そして50作目として、男はつらいよ50という、50というので、おかえり寅さんというね、やつが、まあ、制作されたという形になってますけどね、はい、ずっと毎年1本作ってたってことですよね、うん、そうなんです、すごいですよね、途中から釣りバカ西がついてくるとかいう感じになるんですけど、同時上映でね、はい、はい、まあ、だから何ですかね、その日本のあのお正月といえばみたいな、あ、そうね、お正月映画ですからね、そうそうそう、なんか、ね、あの年末だから、クリスマス過ぎたら、うん、チャーチャ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 みたいなやつがなんか CM で流れてくるみたいな、あそんな感じですね、大体ね、はい、はい、で、みんなで、なんか年明けに、はい、見に行くみたいな、映画館に行く、映画館に行くいう感じだったんでしょうけど、はい、僕は実は映画館で一回も見たことないので、うん、あの、まあ、だテレビで多分見てるんですよね、だってこんだけ長い作品やから、なんかその番組の中でちょっとことだけ出たりとかっていうので見たりとかはあるけど、ちゃんと見たことはないかなっていうのはありますね、はいはい、もう長渕剛が出てるのに見に行かなかったですか、ね、僕はいやこの映画きっかけであの夫婦は結婚してますから、男は辛いよね、そうそうそう、あのだから、マドンナを塩見悦子がやったんですよ、ね、でそれにこう絡んでいく若い兄ちゃんみたいなんで、長渕剛が出てるんですよ、ね、と言いながら映画は見てませんみたいな、これからですね、これからまだね見れますしね、はいはい、まあ、あのね、2本とも2つとも映画に絡んだね、はい、記念日が今日はっていうことなので、はい、はい、ました、はい、以上です、はい、ありがとうございました、はいはい、ということで今日はですね、はい、また、このプレゼンありかなしかなんですけども、まあ、プレゼンというかですね、はい、今もう世界中の人がですね、心配していることが、テーマなんですけども、ウクライナ問題、はい、でこれをね、まあ、我々がっていうのもあれなんですけど、そのスロバキア人、あのウクライナのすぐ隣にある、あのチェコス、スロバキアって昔言ってたじゃないですか、あれがチェコとスロバキアと分かれたんです、でその分かれたスロバキアの出身の、カメラマン、写真家の、まあ、今35歳ぐらいの方かな、の方なんですけど、でその方が、あのドキュメンタリー映画を作ったんですよ、まあ、1時間ぐらいなんでサクッと見れるんですけども、あのそれが、ウクライナから平和を叫ぶっていう映画でして、はい、この作品を作られたのがユライ・ムラベツ・ジュニア、監督という、はい、まあ、若い監督なんですけど、はい、で、このユライ・ムラベツ・ジュニア監督とリモートで、向こうはスロバキアにいらっしゃって、はい、で間に通訳が入って、お話を聞かせていただきました。で、いつものようにですね、っていうかもうこれね、あのなんて言ったらいいかな、スロバキア語で何喋ってはるか僕ほとんど分かんないわけですよ。そうですよね。編集が難しい。どこで切っていいか分かれへんっていうね。でなんかスロバキア語がそうなんかよく分かんないんですけど、とにかくずーっと話が続いてるんですよ。割と長いセンテンスというか、まあ、合間にプツって切れることあるんですけど、あんま長いのがなくて、タラララタララタララタララみたいな感じで、もうずーっとどこで切ってんやろみたいなのがすごく、難しくて苦労しました。はい、そっか、編集するの大変。大変、あ、まあまあ、だから英語やったらまだね、なんとなく、あ、これぐらいこの辺こういう意味で喋ってんのかなとか、なんとなく分かるんですけど、スロバキア語はね、初めて聞くんで僕も、はい、編集点は分かんない、なあっていう感じはあって大変だったんですけど、またそれも含めてご覧いただきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。Вот сюда попало
снаряд. И вот сейчас вот это. Когда мы за ними начали гнаться, ну, один из них кинул гранату. Ногу оторвало. То есть лежу я, а рядом лежит нога. Путин защитил нас, заступился, бо они нас добьют все равно. Жизнь русская, и это самое, и если я тут на Украине живу, за что? Чтобы соединиться, это невозможно. Вот эти вот коричневые кричат «Хайль Гитлер», эти кресты носят, руки вскидывают. Я жила тут, на Украине. Сережка видит, что герой. И такой патриот. Боже, какой классный. Если бы головы их не были умнее, войны бы не было. И не гибли бы люди. Не оставались бы дети сиротами. И в России у меня, друзья, и родственники есть в России. К сожалению, оказалось, что в 21 веке хотим воевать. Вот так и получается. Здравствуйте. 私はですね、日浦明弘と言いまして、まあ、日本で、まあ、一応映画制作を、やっているディレクターになります。Děkujem pekně. Ano, já se volám Juraj a jsem režisér a těším se. まず最初にですね、監督が、この作品を、まあ、作ろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか？僕はとてもそのドキュメンタリストですとか写真家としての仕事がとても好きで、まずそれに対して情熱があるというのが一つで、二つ目はですね、そのウクライナというのはやはりスロバキアの隣の国ですので、ウクライナの状況というのはスロバキアにも関わってきますということで、それが二つ目の理由です。で、三つ目の理由はですね、そのなんていうんですかね、本能的なっていうとちょっとおかしいかもしれないですけど、こう大きな歴史の、大きな歴史の動きがあるところにいたいという情熱といいますか、そういうこう惹かれるというような言葉が一番近いかもしれませんね。よくわかります。ですごく衝撃的だったんですけども、本当に撮影されてるのは8年前ぐらいなのに、今と状況がそんなに変わらないというか、ものすごくその8年前と現在っていうのがつながってるっていうのをものすごくこの作品を見て、感じたんですね。そうですね、その今起こっている戦争というのは、その2014年に始まったものが次のフェーズに移ったものなので、そういう印象を受けても、はい、正しいと思います。僕作品の中ですごく印象的だったのが、まあ、一つはインタビューされてる人たちの言葉の中に、ちゃんと歴史を勉強していればこんな戦争は起こってない、でもちゃんと勉強してないからこんな馬鹿げた戦争が起こってるんだっていうのがものすごく印象的だったのが一つと、もう一つはやっぱりドネツク の村のおばあさんが言ってた、もう本当にプーチンがその演説の中で言ってた言葉そのまんまを、おばあさんが言ってるっていうのが、まあ、衝撃というか驚きでもあり、すごく印象に残ったんですけども、実際ね、キーウからこの映画って始まってるんですけど、キーウから東部に行けば行くほどどんどんなんかひどい状況になっていくって、まあ、当然戦地に近づいていくんでひどい状況になっていってるんだと思うんですけど、キーウとかそのいわゆるその首都に近い西側ですよね。西側ってやっぱ相当発展してるんですか？そうですね、ウクライナ特にやはり西側、キーウを含めてですね、ユーロマイダンの前にオレンジ革命というものもありましたけど、やはりヨーロッパ側に惹かれているというか、ヨーロッパ的な EU 的なその生活に惹かれている部分と、逆に東側です、そして、ウクライナ語で話す地域と、その東側の、ロシア語を話す、どちらかといえばロシア、親ロシア的な
あるいは自分のそのアイデンティティとしてはロシアの方が近いというそういう人たちが住んでいる地域とやはりありますし、その東側の人たちをやはり大きな町に行くとなると、そのキーウに行くのではなくて例えばモスクワに行くとかという形で、あのアイデンティティとしてはロシア側に近い人は確かにとても多いんですけれども、でもそれでもですね、例えばオデッサですとかドンバスですとか、あとキャラコですねなどはそのロシア語を話す地域ではあるんですけれども、その人々がだからといってロシアになりたいかと言われると、またそれは別の問題なんですね。そのやはりその地域ロシア語圏に住んでいる人々でも、そのあのヨーロッパにあるその生活水準などと自分がそのウクライナあるいはロシアでの生活水準というのを比較したりとかっていうことはするわけですから、やはりあのその民主主義的なその自由主義的なこうヨーロッパ的な価値観に惹かれている人の方が多いわけです。ですけれども、そのロシア派のロシア派というか、まあロシア圏ロシア語圏の中にはそのロシアの方に行きたいという方ももちろんいますので、あのそういう意味でそのウクライナの 中でもある程度対立がある、その一枚岩 の意見ではないというふうに認識していないとやはり理解する。ウクライナタキトコンフリクト、ジェニエト、ウクライナニエモノブロク、エドドホエドネホナゾル。そしてあの気をつけなければいけないのはですね、このやはりこの東側のウクライナの生活水準というのは高くあまり高くありませんので、年金などもあの額が少ないわけですね。なので そこで暮らしている人たちというのはあまり外には出ないわけです。例えばキーウに行ったりとかっていうことではなく、生まれた場所で過ごして、で年金生活になるととてもたくさんの時間をこうテレビの前で過ごすということになります。でですね、そのふうに、そのような、あのプーチンが以前あの自分で言っていたことですけれども、あの真実はテレビで映しているものが真実だというような趣旨の発言をプーチンもしていますが、あのドンバス あの人々というのは、やはりそのロシアのテレビを見ているわけですね。ロシア語圏ですし、ロシアのテレビを見ているわけですから、そのようなそのロシア的なものの見方、あるいはプロパガンダを見て、それを例えばご近所さんと、ああそうだよねみたいなことを話して、で例えばそのキエウに本当にそのネオナチがいるのかということを自分の目で確かめに行くのではなく、そのテレビで見たことをあの真実だと思って意見を形成していくわけですね。っていうふうになりますので、例えばこの映画の中でも、あの娘がそのロシアに爆撃されているということを言っても、あの母親が信じないというようなあの状況がありましたけれども、そのようなことがあの普通に起こっていて、そうですね、そのロシア派の方々とそのあのウクライナ派の方々の中では大きくこう意識の乖離があるような状態が生まれている状態です。ベリアテダトムプーチン、とにかくみんな考えてることは多分早く平和が来てほしいな、さっき監督もおっしゃってたそのみんなでビールを飲むだとか、ちょっと遊びに行くだとか、そういう日常があの世界中の人に取り戻せるようになってほしいなっていうのを考えながら、まあ、この映画をたくさんの人に見ていただきたいなっていうふうに僕も思います。ただ一つ注意しなければいけないのは、確かにあの平和にできるだけ早くなってほしいと思うんですけれども、あの今回あのこの戦争の中ではたくさんの犯罪も行われましたので、あの正義が行われることも大事だと思います。正義なしでの平和というのはあまり意味がないので、その正義が行われた上での平和というのが取り戻されればと思います。それはすごく大事なことだと思います。どちらがどちらがという話というよりは、戦争そのものが犯罪だと思うんだけど、その中でもやっちゃいけないことがたくさん行われているっていう事実は我々の元にも情報としては届いているので、そこは無視しちゃいけないし、二度と同じことが起こらないように僕たちはしっかりと明らかにして償いっていうものをちゃんと得ないといけないなというふうには思います。もうあの正義という言葉を使いましたけれども、やはり裁判ですとかそのような形でその戦争犯罪の責任をあの取らせなければ、やはり今回の責任者たちはあのそのような形で償いをさせるべきだと思います。
そうですね、それはぜひ行うべきだし、それを行うためにも、まあ、本当はその世界的な枠組みというか、その、どうやってそういう平和を維持していくのかという枠組みを世界が構築していかなきゃいけないなっていうところに来てるんだなっていうのは、まあ、改めてこの戦争を通じて感じますよね。本当にそれがこの作品を見てたくさんの方がそこにまで思い至ってくれると嬉しいなっていうふうに僕は思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時間がもうないのでここで終わらなきゃいけないんですけど、本当に、まあ、平和というか、いつかそういう日が来たら監督と一緒にビールを飲む時が来たらいいなって、願ってます。ありがとうございましたはい、ということで終わりました。いや、すいません、ほんまに編集大変すぎて、ほぼプレーンな状態で見てもらったんで、約30分ぐらいですね、はい、2人には見ていただいてます、はいはい、でここで流す時にはだいぶ削ってますから、はい、もうちょっと見やすいようにはなってると思うんですけど、いやとにかく本当にね、外国人と通訳返して話すのがこんなに難しいんだって本当に痛感しましたね、はい、なかなか大変でしたけど、まあ、でもおっしゃってることは本当にもっともなことというか、でも僕本当素直に思ったのは、割と日本のいわゆる知識人というか、その専門家みたいな人が言ってることと、この由来村別ジュニア監督が言ってることってそんなに離れてないというか、割とど真ん中同じようなことを言うたはるなっていうのはすごく感じたので、何やろう、僕らも得てる知識っていうのは決してそんな離れてないねんと。ただこの映画の中で出てくるそのやっぱりその現地の人たちっていうのが、はい、全然やっぱりね、僕らの得てる情報と違うこと言ってるんですよ。伝わってない。だからそのなんていうか、いわゆる新ロシア派の、その人たちが喋ってる内容っていうのは、こんなにプーチンが言ってることそのまま喋ってんねやみたいなのもびっくりするし、だからプーチンがいや何これこれこれって言ってることに関しては別にまたプロパガンダ言ってんねんなって思うだけでしょ。でも現地の人が一言一句たがわずに同じようなこと言ってたら、いやちょっと寒気がしたというか、あ、こう思ってる人がいるんだって、東部ドンバス地方っていうところにはそういう人たちがいるんだなっていう、それはすごい僕は衝撃的だったな、衝撃的でしたね。ネオナチのやつらがとか、ハゲこいつ掲げてんねやろあいつらみたいなことを普通に喋って、お前見てないよねみたいな、キーウのネオナチがとかで言うのはっていうのはちょっと本当にびっくりするというか、で、その逆にその地方にいるんだけど、いやいや違うんだと、あいつらが戦争しているやつ側のやつらも仲間だし、その相手のね、敵だって言って戦争してる相手も俺友達いるし、で兵隊で行ってるやつも友達いるし、だからみんな友達だから俺は今回絶対参加しないよって言って、参加しないおかげで職がないっていう、そっか、ね、甲府さん、炭鉱の甲府さんに、兵隊に行けっていう指示が出るんだって。で今回俺は行かなかった、いやだってみんな友達だから、あっちもこっちも友達だしその友達に銃向けられへんからって言って行かないって言ってる人いるんだけど、その人はじゃ甲府の仕事ないから、ずっと家にいるしかないたまに市場に行くだからなんかね、その、まあだからそれが8年前の話なんですよ、ですよね、ね、今じゃないのよ、現在じゃなくて8年前で変わってないやんみたいな、っていうところがもうちょっとだいぶ衝撃的で、でも今と地続きなんだって8年前が、っていうのはすごくよく分かったんで、はい、まあさっきのインタビューでも、由来村別監督が言ってましたけど、現在も彼らは同じこと言ってるよって、何も変わってない、さあじゃあどう収めるかっていうところが、僕たちにはもちろん分かんないかもしれないですけど、でもね、一人一人がやっぱ考えることすごく必要だし、知ることもすごく大事だと思うんで、いやこの映画本当1時間ぐらいなんで本当みんなに見てほしいなと思いますっていうところまで言ってるにもかかわらず、丸×をここに置いてあるという。ことなんで、はい、私
いや、だって持ったもん。そっか。持ったもん。はい。はい、お願いします。さあ、どうしようかしら。はい、ではいきますよ。このプレゼン、ありかなしか。判定。こっち。でこれで罰出したら本物ね、やばいやつですよね。あの村別監督来るで。でね、ほんまに。もちろんまるです。うん、はい、はいはい、そうですよね。うん、まあでもとにかくね見てほしいなと思いますね。うんうん、そうですよね。うん、ドキュメンタリーなんで、はい、その劇映画とは全然違うので、うん、はい。でとにかくね何やろ。監督うまいなってうまいっていう言い方したら失礼なんだけど、まあ、編集の妙っていうのもあるんだろうけれども、うん、順番にこうちゃんと並べられてるやつを見ていくと状況がなんとなく分かっちゃうという、うん、はい、そういう感じになってますので、はい、ぜひ皆さん、見に行っていただきたい、まあ、どこでとかっていうのは全部出てますんで、はい、そちらの方、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は、ウクライナから平和を叫ぶというドキュメンタリー映画の、ご紹介でした。はい、はい、では続いてあゆみ。はーい、お店のお知らせです。はい、今ですね、ただいま真っ最中、はい、寒い映画祭り、はい、皆さんお越しください。何度も言いますよ。何度も言いますよ。ぜひぜひお越しください。いや、もうこれ見てる、もう見てんのはしゃあないけど、はい、見終わったら来てや。はい、明日も明後日もやっております。やってます。はい、はいはい、ぜひぜひお越しください。はい、そして平日はフリースペースカフェをやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。ちょっとね、変動もしていきますので、またね、ホームページの方をご覧いただいて、はい、お越しください。行こうかなと思ったら、このね、はい、チームマテリアル、はい、XYZ の、はい、ホームページを、覗いてみてください。はいはい、そして金曜シアター、はい、5月2日の日にやります。はい、はい、次は演劇図らずのミラージュ蝶が舞う再びやります。おお、2回目ね。はい、2回目です。はい、はいはいはい、やりますので、ぜひぜひお越しください。はい、時間は18時、会場の19時スタート、うん、料金は1000円プラスワンドリンクのオーダー制となっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。なかなか好評なやつですか。そうですよ、ミラージュはほんまに良いです。はい、ミラージュも良いです。はい、はい、おさかめさんがね、隣に作演出やってるところからね、はい、うん、あれはあかんって言われるかな。言えない。言えない。再演をしてほしい。誕生日ですかね。あ、そうやそうや、おーおーおー、そうかそうか、誕生日です。そうそうそう、はい、あのね、実は ね、この関係者9月誕生日多いんですよ。多いですよね。はい、はい、そして3、4と、チョイスな日ございます。はい、今回は、あとでグッチョイで詳しく、はい、させて、ご紹介させていただきますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、その後がね、ちょっと映画の制作の方の業務がありまして、ちょっとイベントの方が、ね、はい、できなかったりとかしますので、はい、詳しくはそちらの方もホームページの方をご覧ください。はい、お願いいたします。はい、はい、終わり。はい、はい、はい、ありがとうございます。さあ、それではいきますよ、今日のグッチョイ。はい、今日のグッチョイはこちら。はい、ギルティギルティ、はい、はい、何をさされるのか、ね、ギルティ、はい、はい、日本ドラマもありましたね。ドラマもありましたね、うん、神田美穂さん。あ、はい、ですね、こちら、2018年制作の、はい、デンマーク映画となって。デンマーク映画ね、はい、はい、これね、なんか音だけで、うん、事件が起きるんですが、事件解決の鍵は電話の声だけ、うん、あ、なるほど、で事件が解決していく。なるほどなるほど、元警察の方が、もともと警察の方が、うん、勤務移動して、はい、でその通報するところの、うん、オペレーターになった。ああ、なるほど。でそこに、うん、実は私誘拐されてるんですっていう電話がかかってきて、うん、でその人が音だけでこう、うん、操作する。おー、すげえ。なんや、俺なんかすごい面白い。そうでしょ、ね、俺てっきりなんか榊真理子が出てきて、なんかもう科捜研の女。音の波形を超えてこうやってなんか削って削って何かの音が聞こえるわってやるかなと。そうじゃないのね。そうじゃないみたいな。手がかりがその人の電話。電話。はあ。電話で事件を解決していく。いや、それは面白そう。そうね。ね、うん。こちらをね、はい、楽しみますので。はい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 。ね。はい、いや、これでもね、うん、なんていうんですか、その耳だけでって最近流行ってるんですよね、日本でも。バイノーラルマイクとかって、ね、
て、はい、三次元立体的にこう音が聞こえて、でだからこのマイクのこの耳こう近くで喋ったら支えてるんですし、あ、で遠く離れたらっていうのもそうやけど、こう、うん、こう回ったら本当にその回って喋ってるんだけど、すごいですね、うん、だからそういうマイクとかもね出てますからね、はい、で割とねそういうサービスがいろんなところで、うん、はい、いろんなところで、はい、いろんなところで、そういうサービスがね、なんか価値得てるらしいですけどね、はい、はい、ねえ、やっぱりね、なんかすごい可愛い子に支えかれてると思ったらこう嬉しいじゃないですか、男の人も、はい、女の人がすごいかっこいい人に言われて嬉しいかどうかよくわかんないですけど、いや、嬉しいですよ。ああ、やっぱそうか、やっぱそうか、嬉しいな、うん、今想像してる、ああ、誰を想像したかは聞かんとこ、はい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 、という感じですか。そうです、はい、はい、あ、そして、うん、内容を言ってなかった、はい、ね、3、4の内容でギルティ、こちらの今日紹介したギルティと紀元前1万年をやります。はい、紀元前1万年は来週のぶっちょいで、はい、ご紹介させていただきますので、ぜひお越しください。はい、はい、ということで終わりです、はい、はい、ということで今日のぶっちょいでした。はい、はい、ということで、エンディングでございます。はい、はい、とにかく皆さん、もう終わりますよ、これ。もう終わりますから、はい、このエンディングを見たら、はい、マテリアルに来てください。はい、はい、いいですか。はい、席がね、あるかないかはね、微妙なんですよね、実はね。あ、そっか。はい、ただ、日曜日割と入ってるんですけど、土曜日は穴場かもしれないので、今日はいいですね。今日の夜は割と穴場かもしれないので、そうですね。ぜひですね、これ見終わったら来てください。はい。はい、でこれを明日見てる人は、はい、月曜日もやってますから、はい、月曜日仕事終わりとかでね、はい、来ていただいて7時からやってたりとかするので、はい、はい、ぜひそちらもね来ていただきたいなと。はい。はい。カムイ映画祭り2022ということで、はい、29日月曜日まで、ね、やってますので、ぜひそちらの方をお越しいただきたいと思います。はい。はい、ということで。今日はこれで、はい、はい、来週はねちょっとねなんか俺のところに連絡が入ってきてるんですけど、なんかあるやつからちょっとメッセージが送られてきて、おー、楽しみ、ちょっとそのメッセージ、皆さん楽しみにして、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。